ガソリンの方は、まあ、一番やっぱ、静かでスムーズっていうのがすごく印象的でした。もう必要十分な、まあ、加速もしますし、まあ、レスポンスもとても良くて気持ちよく乗れると思います。やっぱり低速トルクの大きさっていうのがすごい魅力的だと思います。やっぱりあの踏み込んだ時の低速の回転でのトルク感とかレスポンスすごい良くて、街中とかではすごい速いぐらいなパワーが出てるんじゃないかなと思いました。AMG は、まあ、やはり別格というかやっぱり AMG だなっていう感じで、 ものすごい加速と、シフトをするたびに加速感がどんどん増していく感じで、もうとてつもなく速かったですね。シフトとかそういうフィーリングとかもすごくスポーティーで、まあ、ああいう車格でありながら、まあ、スポーツカーのような味わいもある、すごい車でした。やっぱり EV 車両なんで音もなく加速をしていく、そしてモーターなのでシフトショックもなくてスムーズにすごい加速をしていきますね。加速力に関しては、まあ、必要にしても十分とても速いですね。びっくりしました。Thank you.